ジ、赤いワイヤーを探せ。同時に切るぞ。3で行く。いいな。スリーカウント了解。1、2、3。これどうなんの、マグロフ逃がしちゃって。解除しました、クリアです。よく見える。北のビルの屋上に複数の混入部隊を確認。ゼロセブンとキロは位置についた。グラボは水中だ。蹴りをつけろ。カズ、ラジャー、さあ飛ぶぞ。そういえ、ブラボー6から一方通信。脅威は無力化された。爆弾を解除。一人 KIA。 これストーリー分岐かな、それとも倒せんのかな。あれ倒せそうだったよね。消した。ジョン・プライス、インジャード。そうね。いやいやー、なんか、あー、まあしょうがないか。やり直せればやり直しますけど、ね、最高の男だった。タフでした。たとえ丸腰でも戦い抜いた。あえて挑む者が勝つ。ゆっくり休めよう。あの世で待っててくれ。意志は受け継ぐ。安らかにな、ジョニー。倒せんのか。ちょっともう一回挑戦したいね。できるかな。あ、はいね。いやー、なんかすごいすごい胸が痛い。あ、胸が痛いな。これバットトロフィーだよね、多分。はい、ということで、コールオブデューティー、モダンウォーフェア3、キャンペーンをねやってきたわけですけれども、いや難しかったけど最後なんか悔しいね。これもう一回プレイできないかな。できそうであればもう一回挑戦したいですけどね。いやー、コールオブデューティーシリーズはねゴーストから続いて2回目になるんですけれども、まあバトルフィールドも入れればもうちょっとね、FPS っていうことで言うと、ありましたけれども、いやなんか話が重いですね。話がリアルだからね。話が超リアルなんで、非常に重たいんですけれども、まあこれはこれでね面白いですね。いやでも最後ね、まあソープはしょうがないにしてもマカロフは倒したいね。どうなんだろう。ちょっと倒せる世界線があるかどうかだけ確認して、ちょっとねやり直しなりなんなりしていきたいなと思いますけど、できんのかな。できないかもしれないですけどね。まあでもセーブデータが消えたりはしないとは思うけどね。いやーちょっと切なすぎるよね、これで終わるのはね。あー、なるほど。ソープね、まあでもソープはきっと助かんないな、あの感じだとね。
時刻的にはいい時間ではあるんですけどね。はい、ということでこれね、海外ゲームのエンディングなんできっと長いのかな。いや終わる。シェパード、おう、ジョン将軍、どうやって入った？共通の友人だ、ラズエルか。おっと、他にもやり方はあったろう、お前もな。この仕事は大義のために犠牲を払わねばならないんだ。どうかんだ。お前も犠牲を出してきたよな。ツケが回ってくるぞ。命乞いをするつもりはない。大義、相手が誰であろうと。そんなことしても無駄だ。なるほどね。いやこれ新エンディングっぽくなったな。今最後の最後でちょっと本当にね、マカロフを倒せるかどうかだけちょっと確認したいと思います。いやでもなんか今いい終わり方したな。なんかバッドエンドで終わるかなと思ったけど、これは新エンドっぽいな。どうかな。ちょっと悩ましいですけど、ちょっと考えます。そしてこれ洋芸なんで、多分このエンディングは死ぬほど長いと思うんで、多分スキップができるんじゃないかな。はい、できますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでいけそうだね。やり直しプレイはできそうだね。ちょっとごめんなさい、新エンディングがあるかどうかだけ確認してきます。ちょっと一回切ります。まあ、1回のチャレンジでマカロフが殺せるかどうかも分かんないし、そもそも殺せるかどうかも分かんないんですけど、一応やってみたいと思います。では行きましょう。はい、上書きします。ベテランで、ちょっと難易度下げちゃおうかな難易度下げちゃおうか、レギュラーで行きたいと思います。廊下に敵がいる、よく守り込め。めっちゃ強い。待って、全然知らないんだけど。そっ、下がれ。奴らは俺の獲物だ。これを地獄に持っていくといい。敵を生きたまま埋めてはならない。やめろ。さあ、行きます。ダメかダメだ了解。そっ、下がれ。奴らは俺の獲物だ。やっぱっぱ。これを地獄に持っていくといい。敵を生きたまま埋めてはならない。ダメかー。